これ見白い品に引いて、これ見白いんや。はい。この上で白麺じゃこう。はい。見たことない。小豆島とアジとの間での、はい、いや、取れる。イワシの子供や、はい、大きなったらイリコになる。あ、 2時間ぐらいしたらまたこう寄せて広げ直す、はい、で乾き具合をまんべんにしてあげる。はい、時々可愛いイカとかエビとかが入っとんですか？うん、イカとか入っとるよ。こうして出来上がりがこれ。で、こっちが小さめ。小さめと大きめがあって。エビとか、この白身でエビ。これも美味しい。生きとんを食べてるな。だから干しエビ、ちりめんの佃煮、ちりめんの佃煮もおにぎりに入れたりしたら美味しいよ。まあ、あとは冷凍イカとか、まあその時期に応じていろいろあります。アジのお魚が美味しいから食べに来てくださいね。ちりめんじゃこも美味しいよ。